おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。今日はですね、えー、この、ま、このっていうか、あこれですかね、えー、マルチエディターというのの最終回になります。とマルチエディターの、ーまあ、今週の1回目を見てない方に簡単に言うとですね、と ここがあのマイクロビットのホームになります。このホームの中の下見ていただくと、このラジオゲームの一番上にこんなマルチエディターっていうのがあって、でこれをクリックして、この使い方を見るをクリックしてもらうと、2つ並べて開いたあウ,ィウィンドウになって、2つのエディターが動きます。で特にさっきのデモがあったように、複数のお こう無線通信するときの,あのエディターって、まあ、以前もできたんですけどな、なんかやっぱり一つでやりにくかったので、この画面にすると双方それぞれプログラムが入れあの読み込めますので、動作確認がしやすくなるということで、昨日はこのマスター側とスレーブ側のプログラムを作って、でそれをこのシミュレーターですね、シュミュレーターを動かして、えちゃんと 動いてますよね。マスター側を振動させると、こちらに数字を送って、こちらも乱数発生して、こちらに送り返して、こっちは負けましたと、こっちはなんか勝ったんだろうなみたいな感じですね。これを繰り返すと、あ、こっちじゃこれですね、シェイクすると5が出て、5が出て、引き分けの場合は両方とも負けです。 引き分けっていうか同じ数字が出た場合ね、4と1だから、こっちは分からないんで、負けた方は分かるんですよね、負けたんだって、こっちは多分勝ったんだろうな、みたいな。だからそういう意味でちょっと不完全なので、これを少しまた発展させたいっていうのが今日なんですけど、その前にちょっと実機で動作確認をしたいなというところで、実物で動作確認をしたいと思います。 はい。書き込みました。こちら側がマスター側で、こちら側がスレーブ側ですね。こちら側を振ると、数字が出て送られて、で、こっちが5でしたから、負けましたよと。で、こっちはす、こっちは数字出て、行って帰ってきたらあ、音が鳴ってると思います。行って帰ってきたタイミングで、 音が鳴ってこっちは行って送った後のタイミングで音を出してマークが変わるとこの数字が出た後に変わるというふうになっていてまあお互い引き分けの場合は負けたというふうになるというふうになっていますはいでこのプログラムを改造していきたいということで今日は始めたいと思いますちょっと前置きが長くなりました はい、では、まずマスター側を改造しようと思いますで。改造する前にちょっと行ったり来たり申し訳ないですが、コピーを取っておきたいので、マスターをチェックして複製するで、あともうシャープの2このまま行かせてもらいましょう。と、改造版でバージョン2ということで、これを開くと。これでコピーしたやつの拡張で何をしたいかっていうと、 出したやつと受け取ったやつを一旦書きたいんですよねと。受け取って書きたいので、2桁の数字を書くブロックを拡張機能で読み込んでいきます。いまだに発音がわからないんですが、WHA と検索してもらうと、この2桁表示するフォントが出てくるので、このブロックを読み込みます。で、このブロックを読み込んで、 あげると2桁の数字が出せるようになりますのでと受け取ったらと2桁の数字を表示したいなと思ってこれをやりましたで2桁表示するんですけども2桁表示するのはこちらが10の桁に自分を出したいのでちょっと計算をしようと思います で表示はディ,ディスプとします。ディスプレイとしますか。ディスプレイ、表示の意味で、ディスプレイっていう返事を作ってですね、で、これを計算で、と、まず10、まず10倍したいなと。 何を10倍にするかっていうと自分のマスターの数字を10倍にしてでさらに1の桁を自分の数字にするのでこの塊ですねこの塊を10の位を作って1の位に自分の値を書くスレーブの値を書く。 で、これで表示をしようというので、このディスプレイを表示して、で、音が鳴って、ニコちゃんマークになると。で、これがちょっと早いかもしれないので、少し間を置きたいので、うんと、表示して音が鳴ったら、少し間を置いて、コンマ5秒ぐらいでいいと思うんです。で、こんな風にしたいなと。 でこうすると行って出した後、まあ自分の数字が出ててで受け取ったらこれで受け取った数字で両方の数字を一旦表示して判定に入るというふうに改造できたと思います。これがまずマスター側です。 で、スレーブ側も同じように、まずスレーブのプログラムを複製。まあ、複製した、もうそのまま改造する人は複製のこの作業いらないかもしれませんが、私は残しておきたいので、複製を作って開いてます。で、同じでいいと思うんですよね。同じように、スレーブ側、受信側もディスプレイという変数を作って、 受信したらもうここは足し算入れて掛け算入れて10倍でマスターですねマスターから送られてきた数字を書いて自分の数字を出すとこれで一応 計算はしてるんですかね。これで受信して自分の数字決めて、相手にも送り返していて、自分の数字が出ると。これをちょっと、もう出たらすぐまず自分の数字を一回表示しましょう。自分の数字、ここですね。自分の数字を表示して送った後、 ここで、これで計算して、で、えー、マスターの数字、ここで計算したら、もう表示をしましょう。同じように拡張フォントを入れないといけないですね。WHA で拡張フォントを探して入れて、で、ブロックを計算したら、 してで、ここでディスプレイを表示して、で、判定はそのままで、このままでいいですかこれで、あで、待ち時間ですね。同じように待ち時間をコンマ5秒ほど置いて、動かすと。これでプログラムできたと思います。 はい。じゃあ、まずはシュミュレーターで確認をしましょう。ぶっつけ本番で作っているので、うまく動くかどうかあれですけど、こっち側をマスター側読み込んで、こっち側をスレーブ側を読み込みました。ちゃんと拡張版のやつですね。音の。はい。はい。で、シェイク。2が出て、帰ってきたら2、6。で一瞬出て、負けたと。こっちは2、6と出て、 自分が6なので勝ったということがまあ分かると。で、負けたと。これでちゃんとやりとりできてますね。お互い引き分けで負けていると。なんか負けた時だけ顔が出るっていうのもな,な,なんかもう一つで,で。タイミング的にはどうですかこっちは送り返される間時間があるんですけど。 こっちは結構数字が1が出てすぐ3、1でこっちの処理が結構早いような気がしますよね。まあそんな感じになっているので、えー、さらに勝った時はウィンで W にするとかあ,あるいは引き分けの時はドローでイコールにするとかあ顔のパターンを変えるっていうのも 割とまあ、イコールにこだわらなければ、ここでこれをニコちゃんマークぐらいにしますか。かこっちが出なければ勝ったっていうことなので、これぐらいをしておきましょうか。戻って、こちらも取って、出なければ勝ったときはニコちゃんマークと。はい。で、これで、 戻って、うーんとシミュレーターを起動して、マスター側とスレーブ側を読み込んで、これクリックするとシミュレーターが大きくなるので、シミュレーターを大きくして、シェイク。5。5、5でお互い、ドローの時はお互い負けたになります。で、こっちが喜んで、こっち負けたと。 ということで、えー、これでサイコロゲームができました。はい、でこれで終わるとさすがにもったいないので、ちょっと実機に書き込んでみましょう。でこれ、書き込みの時なんですけど、こっちは USB の線で今、つながっている方に書き込むということになるので、ちょっと、まあこれ、これの時どうなるか。 っていうのもちょっと見たいので、ちょっと外付けモニターに切り替えて、あ、切り替えると様子が分かりにくいですよね。外付けモニターもちょっとひあの変な位置ですが、ここにちょっと表示させてもらいましょう。こっちか。こうですね。で、今、これがケーブルでつながってて、こちら側はスレーブ側を書き込みたいので、 今、こっち側がマスターですよね。だから、抜く、抜いて、殴ぐと、お、なんか思うように変わってくれないですね。<laughs> じゃあ、こっちをもう、これで、こっちを、スレーブ側にさせてもらって、<laughs> で、これ差し直すと、ちゃんと覚えてるのかなう今度はこっちになりましたね。こっち側がマスター側でということで、ちょっと朝の動画と場所だけでも一緒に,一緒にしておきましょうかこう。こうしておきましょうか。こうして、でちょっと画面を大きくして、動作を。 確認したいいと思いますどうと外付けもターこれ,これですかあでこっち側が勝ったんですかね喜んでてこっち側が負けてます親側を振ると5と。 1>, まあ、1、1だったんですかね。というふうにと、一瞬ですから、まあ、ここが早すぎるとか、なんかそういうふうなあ感じであれば、プログラム、ここの待ち時間をそれぞれに入れてもらうなどをして、えー、もうこの先はご自身であの自分の、何ていうんですかね、動きに合うように改造していただければと思います。はい。 今日で、この無線シリーズですね、マルチエディターを使った無線シリーズが終了ということで、なんとかサイコロ、送受信ですね、親側が振ると、子ども側が反応して、親側に数値を繰り返して、双方勝ち負けだというのが表示できるというところまで改造しました。 これでですね、3回勝負にしたいとかいうのでどっちが何回勝ってるみたいなことをやるんであればまだ更に拡張できると思うんですけどその辺りはですねご自身やってみたければそれぞれアイデアを出してですね更に改造をしてもらったらどうかなと思います。はい 今日もご清聴ありがとうございました。このチャンネルではとマイクロビットやイチゴジャムの説明動画を毎朝朝6時に配信しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて毎日お付き合いいただければと思います。今日もご清聴ありがとうございました。